今回は、平成22年度電気算子理論科目の、問6について、解説したいと思います。この問題は、簡単に解けそうで解けない直並列問題という分類になると思います。内容をよく確認していきますと、まず、図1の直流回路において端子 AC 間に直流電圧 100V を加えると。その時、端子 BC 間、こちらが、20V であったと。ここで分かるのが、この端子 BC 間 20V ということは、端子 AB 間はこちらは、80V であるというのが分かると思います。そして、ここで、一つ気づいていただきたいところが、直列の状態では、直列の接続の場合、抵抗の分圧というのは抵抗の大きさの比に等しくなります。つまり、電圧の大きさというのが、ここが 100V で 80V ということは、1対4ということです。ということは、抵抗の大きさも1対4なんです。つまり、ここでこの関係が成り立つというのがわかります。R1 イコール4倍の R2 であると。ここがわかります。続いて、次の条件を見ていきまして、次のように端子 BC 間に150オームの抵抗を直列に追加したとき、端子 BC 間の端子電圧は 15V であったと。今、図の3のように端子 BC 間を短絡したとき、短絡ですね、とき電流 I の値として正しいのは次のどれかということになります。図の3の場合、ここは BC 間短絡されてますので、 R2 はなくなったと同じになります。つまり、この時 i というのは100分の R1 であります。ですので R1 の大きさを求めたいということになります。これはいろんなやり方がありますけども、今回は、この抵抗の大きさの比でやってみたいと思います。図2の状態におきまして、 BC 間が 15V であります。ということは AB 間はこちらは 75V であると。あ、ごめんなさい。75じゃなくて 85V であるというのは分かると思います。ここで R1 を4倍の R2 というふうに置きます。そういたしますと、このような条件、式を作ることができます。図の1で言ったように、電圧の大きさの比は抵抗の大きさの比に等しいということになります。ですので、85対15イコール4倍の R2 対、ここは BC 間は和分の積ですので、150プラス R2 分の 150R2 という関係が成り立ちます。ここから、これを解いていきますと、これ比ですので、なかなか外外で書けますので、60R2 イコール 85×150R2 分の 150 プラス R2 となります。ここで、通分しますので、 R2 が消えて、60と150がこれは30で関係できますので、これは2ですね。ここは5というふうになります。そういたしますと、80、これはで、ここまで簡単にした後に、これを、150プラス R2 のを右辺に移行しますと、イコール2倍の150プラス R2で、左辺の方は、85×5 と425ですね。425ということになります。これを展開いたしますと、425イコール300プラス2倍の R2 ということですので、 R2 イコール2分の125オームというのが出てきます。さて、ここでこの R、 最後ここまで来たらあとちょっとです。この i イコール
100分の R1 ですね。そして R1 イコール4倍の R2 というのが図の1のところで求まっていますので、ここに R2 を入れてやりますと、これは 4×2 分の125で、これは250オームというふうになります。よって I イコール250分の100ということで、これは 0.40 アンペアということで出てまいります。よって答えは4番が正しいということになります。少々、難しい問題ですね。意外と簡単そうに見えるんですけども、かなり複雑と言っても過言ではない問題であります。この問題はですね、いろんな解き方があります。今回私がやったやり方が一番シンプルに解けるやり方となると思います。ぜひですね、この抵抗の、直並列の時の関係ですね、直列の時は電圧の比が抵抗の大きさの比に等しくなると、この関係は非常に大事であります。以前にも似たような問題でお話ししたように、直並列の問題を解くときは分かる情報をどんどん出していくというのも大事であります。少ない情報で考えるよりもたくさんの情報で考えた方がいろんな選択肢が考えられます。ぜひ、このような、決まりですね、法則というのをしっかりとマスターして効率的に問題を解けるように訓練をしてみてください。